野田武氏は、日本の政治家。自由民主党所属の衆議院議員。自由民主党税制調査会最高顧問。自由民主党社会保障制度調査会最高顧問。また、総裁選挙管理委員長。建設大臣、国務大臣、経済企画庁長,長官、自治大臣、国家公安委員会委員長東京府東京市、杉並区生まれ。ジップは、 日本大学教授の勝率ミノルであり、筆跡学の創始者、ルートビヒ・クラーゲスを初めて日本に紹介した哲学者として知られる。1945年、疎開先の大阪で父親と死別。1960年、大阪府立宮川高等学校を卒業。1964年に東京大学法学部を卒業し、大倉省へ入省。配属先は、 主税局総務課。入省同期に、田波孝和久井王子、野口幸夫、杉崎重光など。大蔵省では、ほどがや税務所長、理財局課長補佐を歴任。1968年に、実地大臣である、野田武雄のもとへ向こう入りする。1972年、野田武雄の休止に伴い大蔵省を退官。後継者として同年末の衆議院総選挙に、 旧区本一区から出馬し初当選。自民党では中曽根派に所属、藤波高雄の側近として、新生クラブの事務局長を務め、同派で同期当選。1989年6月の宇野内閣で建設大臣に任命され、初入閣。1991年11月に宮沢内閣で経済企画庁長,長官として2度目の入閣。 1994年、自民、社会、先駆け3党が、連立政権樹立で合意し、主犯指名選挙に日本社会党委員長の村山、富市を擁立することを決定。しかし、野田の政界の首相である、中曽根康弘元首相や渡辺道夫らが、村山主犯に反発し、野田は、海部都市基元首相らと共に離党。海部を党首に自由改革連合を決闘するが、 すぐに、新進党に合流する。1996年、小選挙区比例代表並立制導入後発の第41回衆議院議員総選挙では、熊本2区から出馬し、自民党公認の林田氷を破る。その後の新進党分党では、小沢一郎と行動を共にし、自由党を結成。百九十九年、小渕第一次改造内閣では、自由党が、 与党入りしたことにより、実地大臣権国家公安委員会委員長に就任し、三度目の入閣。2000年、自由党が分裂した際は、小沢と田本は勝ち回復、加藤六月、二階都市広らと保守党を新たに結成し、与党残留の道を選んだ。2001年、大木地陰に代わり保守党党首に就任する。その後、保守党は熊谷博志らの合流により、 保守新党に透明を改めるが、野田は保守新党には参加せず、小池百合子らと政治団体保守クラブを結成した後、自民党に復党した。自民党では中曽根派から分かれた山崎派に加入。自民党を復党後はコスタリカ方式により、野田と林田氷が交互に熊本に行く比例九州ブロックから出馬した。2009年、 第45回衆議院議員総選挙では、野田は、比例単独で当選した。他方、林田は、民主党の福島健一郎に敗れ、落選。2013年、有用微生物利活用推進議員連盟の会長に就任。2014年の第47回衆議院議員総選挙では、熊本2区から出馬し、15戦当選15回は、 選挙後の自民党所属議員では最多である。2017年の第48回衆議院議員総選挙では、熊本2区から出馬し、16選。消費税の増税に賛成。タバコ税の増税に反対。自民党タバコ議員連盟の会長を務めていることもあり、受動喫煙防止を目的とした健康増進法改正案について、ことあるごとに反対している。 衆議院議員、野田武氏のホームページ野田武氏公式フェイスブックページ、野田武氏公式ツイッター野田、武氏公式ライン登録ページ野田武氏選挙、ドットコムページ野田武氏公式ノート野田武氏公式、ミバウンド野田武氏公式 YouTube チャンネル、ありがとうございます。